蜜葉風呂は、風呂草か風呂草属に分類される多年草の一種。和名は、葉の三新列する形状に由来する。別名が、節高風呂で、目立つ節であることに由来する。茎高さは30から80センチメートル。基部では倒れ節、よく枝分かれする。上部には、下向きの靴毛と厚毛がある。葉は耐性し長い柄があり。 葉芯は幅1.5から10センチメートルで3、陳列し、列片には大きな数個の巨子があり、表面と裏面脈状には細毛がある。卓洋割りな芯膜質で長さ2から5ミリメートルの強三角形。長い花柄の先端に直径1から1.5センチメートル薄紫色の1から2個の花を7から10月に上向きにつける。花柄と小花柄には 下向きの靴毛と厚毛が密生する。花弁と学編は5枚。学編は長さ6から8ミリメートルで、花弁より少し短く、三脈があり脈状に短い厚毛がある。髄は10本で、長さ約6ミリメートル。1日果ては、下中分子と共に、長さ約2センチメートル。下体には開けでする長毛と細毛が密生し、くちばしには細毛が密生する。 火中分子は長さ4.5から2ミリメートル。果実は熟すと火方から劣化し、種子を弾き飛ばす。染色体数は 2N イコール28。中国、朝鮮半島、ロシア連邦アムール州から日本にかけての温帯から団体域に分布する。日本では北海道、本州、四国、九州に広く分布する。平地、山地の草むらに生育する。 以下の変種と品種が知られている。これらは地理的な変異と見られる。同族の弦の証拠と形態が非常に似ているが、植物体の専門の有無などで識別することができる。弦の証拠は、蜜葉風炉と同様に、日本国内で広く分布し、同じ地域で見られることがある。そこでは、完全に混じり合って生育しておらず、パッチ状に住み分けていることが確認されている。 両者の雑誌と思われる個体も確認されている。同族の薬草として利用されている玄の証拠と白山風炉同族の薬草として利用される玄の証拠と同様にタンニ人ンの大部分がゲラニンからなり乾燥した前僧からのゲラニンの荒結晶収率は2.2%と玄の証拠より収量は少ないものの代用薬としての価値があると見られている。日本では 以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。生息地の開発や環境繊維により個体数が減少している地域がある。生息域が極めて局所的な地域がある。ありがとうございます。